はい皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマはリプロマ工学講座を集客し続けられる人と止まってしまう人の大きな違いとはというお話をしてみたいと思います、えー、ここ2,3年の傾向なんですけれども、えー、教室業もまあ、稼げる職業の1個みたいな 世間の認知度もちょっとずつ上がってきていて昔はうん例えば、そうですね主婦家にいた方が、まあ、自分の特技を生かして、まあ、近所の方を集めてですごく教えてって言われ教えてってっ言われたのを教えて感謝されて嬉しいからまあ、大体スタートしている趣味企業と言われる領域からスタートしているのが多いのまあ教室業なんですけれども。 でそれでしばらく長年続いていてでその後ですかねあのー、それがまあだんだんこう本格的に習いたい人が増えてきてっていうことでコースレッスンとかがまあできるようになってきていてでさらにもっと本気で学びたいっていう人のために、えー、資格を与える、まあ割とこうまとまったしっかり知識を体系的に伝えるっていう、まあ、ちょっと ね、職業訓練呼とは言いませんけどそういうちょっと大手の、えー、例えば聖火聖パンの学校がやっていたようなことを個人の方がやるみたいなでディプロマ発行みたいな形をするようになっていてでさらにその発展系その人だけにそれを与えるのではなくその人も認定として与えるだけじゃなくて教えたいと言ったらそれを使ってもいいよっていうところで商用利用が。 まあできるよ、まあ、そういう流れでしていて、まあ、ディプラマとか高額講座っていうのが出来上がってきていますでたい、えー、平均的にまあどれぐらいが相場って言い方変なんですけど皆さんが教室業の方がまあこの辺りから高額っていう言葉を使い始めるかなっていうところが20万以上、まあ、780万ぐらいまでですかね100万超えると 高額、まあ、なんですけどさらに上っていうところになるのでなかなかそうそう売り切れる人は多くないと思うんですけれども、まああのまあ、そういったくくりがあるっていうのをまず理解していただいてでこの講座は23年ぐらいから大体流行ってきているんですけれどもこれが集客し続けられる人とあ単発で終わってしまう人に大体分かれているんですよ。 でその違いっていうのは、まあ、どういうところに現れているのかっていうのを分析したお話を今日はしていきたいと思います、はい、ではですね早速その大きな間違い2つあるんですけれどもそちらを、ね、お伝えしていきたいと思います、まあ、高額講座を集客し続けられる人と止まってしまう人の違いですね、えっと、まず一番大きな違いはもともとその講座を売るまでに蓄積した信頼 をしててもららっるるファンがどれれぐらいいいかこれ結構大きいんですよやっぱりあのまあ、転換率っていう言葉で言ったりとかするんですけれどもあの要はそこの中にいる人の中で一点数その高額のいいなと思うものを買うであろう潜在顧客がたくさん持ってる人の方が当たり前ですけれどもまあ、発表して1期はい2期はい3期って言って。 どどんどん人が来ることになりますよねだからそもそも高額商品を作るだけ作ってもですねあのその集めることをしてきた蓄財財の方は人材の方の財なんですけどねそれをしてきた人は割と長く位置づけられますでしてこなかった人は止まるっていうまずそのそもそも持ってるパイが違うんですよね。だから うんまあ、えっと、この良し悪しは別としてですけれどもだろうな、私は一発屋さんを作りたいタイプの人ではないので、地道に自動集客を目指すような構築の設計をするタイプなんですけど、例えばなんですけど、企業塾とかいろいろ巷にいっぱいあります、どこを選ぶのもその人の選択の自由なんで、あのそれはどう,どうでもいいっていうかあの、どうでもいいんですけれども。 その企業塾に入って、えっと、三ヶ月だけうまくいった、内緒しは一ヶ月だけうまくいったけど、その先が止まってしまってっていうことで、相談されるケースが多くなったんですよ。ここ数年で理由はわかっていて、あの、その人の持っている潜在顧客の量を、まあ。 あの募集によってその転換率が終わっちゃって食い尽くしたから終了みたいなそんな感じなんですよだけど本人は嬉しいわけじゃないですかでその状態がずっと続くと思っちゃってるじゃないですかそんなことはないんですよある一定の量の人は高いものを買うんだけれどもそうじゃない人は買わないんですねということは育てないといけないんですよだから育ててなければ止まります ということな,んですなのでもともと持っていた濃いファンの量の違いはすごく大きくてあの人は何で私と同じようなスキルであの内容も一緒っぽいのに集客し続けられてるのに私はダメなんでしょうっていう場合にはまず持っているお客様の顧客層のボリュームですねこれはまずチェックしてほしい。 だから、まあ、ちょっと魔法みたいな感じで私はその手法は好きではありません、その方がもともと持っている潜在顧客でその高額口座を買うような人がいるようなところに響く口座を作れたら一気に300万でも500万でも売り上げ上がるんですよ、1ヶ月の間に。だいたいそういった短期の、あのー、企業塾とか経営塾って3ヶ月とかが多いんですよ。 でそうするとその時、いる時だけ、在籍の時だけうまくいきます、うん、それで本人も続くと思っちゃいます、でも本当の真実は、その人の、えー、顧客層で買う人の量を、えー、食い尽くしたら、もうリスト枯渇っていうんですけど、リストって言葉好きじゃないんですが、あのまあ、それが枯渇した時には止まりますで、その原理を最初から伝えてるか伝えてないかなんですよ。 私伝えてるんですよ最初から今回、多分売れると思うって言って今までこれぐらいやってきてなんとなくニュアンス聞いてるでも1期生までっていう,ふうに言う場合があります2期生をやりたかったら1期生を集めながら教えてるうちに2期生の卵を育て続けないと次に帽子をかけた時にあの来ないんですよっていう話をしていますということは新規のファンを増やし続ける 中にいるる人を育て続けるそしてそのやった人たちがどういうふうに変わっていっているかっていうレポートもし続けてその上で2期生とか募集をするこれをサイクル的にきちんとできている人かできてない人かっていうのが一番止まる人と止まらない人の大きな違いです。 そそもそも論で言うとじゃあ例えば、ファンが1万人いる人と100人いる人だったら高額構図に売れる確率ってどんだけかっていうのは分かると思うんですけど分かりますよねだから、あのー、薄いって言われる人ももちろんいるかもしれないけど確率論の問題で一定数の人数がいると一定数の人が買う可能性とかがあったりするんですよね。 今ちょっと宅急便が来てしまいました、はいあのですので、えー、とそもそも持っている、えー、と顧客の人数があ多い人の方が長くその商品売れ続けられるし新しい人を常にい入れ続けてる人の方が当然ですけど続けられます。ということは1回売れただけで喜んでるわけじゃなくってさらにブラッシュアップを続けながらその魅力を はし、その、教えてる人のことを取り上げつつ、発信しつつ、新しい人を増やして循環させていくっていう。これをやらなくてはいけないっていうことなんですよね。で、その際に、あの、必要なのが、ブラッシュアップし続けるっていうことですね。1期より2期、2期より3期、3期より4期っていうことで。で、その人たちの、 えっとまあ、企業塾的なものだと当然成果っていうものが出てくるんですけれどもこの成果もその3ヶ月だけで終わっちゃってる成果なのか連続なのかっていうのはちょっと見極める必要があるんですが、まあ、おそらくそこに在籍しているときだけに出た成果をお伝えしていることがまあ多いかなというあの感覚です。一応私も,もちろんんうまくいってるるる人ととかははご紹介はすることはあるんですこあでけど 最低1年うまくいき続けてないと大体紹介してないですね、はい、あのきちんとできてる人はやっぱ3年間あのできてるなっていう人を特にピックアップして紹介してるケースが多いのでそのあたりになってくると3年間うまくいき続けてる人ってそうそう落ちることないんですよあの一発屋さん、まあ、芸能界もそうなんですけど局所的にこうガーッと上がった人で仕組み作れてない人はすぐに落ちるんで、あので、ー、その 広角講座を売れ続けることができる人っていうのはやっぱ仕組みちゃんと作ってる人っていうことはその努力をし続けてる人かどうかっていうことですねはいここが結構大きいかなと思うのでまずそのチェックするべきは自分のもともと持ってるパイが少なければ1回売れて終わりっていうこともあるからそこをまずねチェックしてほしいっていうのはありますね一番違いは持ってるそのパイとあとそこに 信頼を構築し続ける努力をし続けてきたかっていうところは結構大きい大きいです。これまず一つ目ですね。もう一つはえっと与えたい喜びの差ですね。はい。これ結構大きいなと思っていて、つまりあの合格講座をもう稼ぐ手段として使うっていうのは別にいいんですよ。あの買いたい人がいて売りたい人がいてそこで あのスキルの交換お金とスキルの交換になるから売れるのはもちろんそれでいいんですよだけれどもその高額講座を作成する時の心,心構えと、まあ、あとそれを実際に受講してくださる生徒さんとの関係性の部分でいうと与えた喜びの量があの結局その後お金っていうエネルギーに変換されるだけなので。 作っている時の作っている側とあとそれを紹介する側の気持ち要は自分のために合格講座を売っているのか相手のスキルアップないしはあの相手の本質的な喜びのために合格講座を販売しているのかであの全然与える喜びの差が違うんですよ。当たり前ですけど者の方が 与えていいる喜びの量が大きいととうことは自分が想定できる範囲内で自分が動くだけだと感動って伝わらないんですよ。相手が、えっ、そこまでしてくれるの嬉しい、この先生大好きというぐらいにギャップがある内容を常に与え続けられているかということですだからブラッシュアップが必要だっていうふうに言ってるるんでですよ反反省省点、まあ、な,んなら1回ずつ教えることに反省してもいいと思うんですよ。あ こうだったから次はこうしよう。次はこうしよう。基本人はワクワクと喜びにお金を払いますから、毎回毎回講座が楽しくってブラッシュアップされていけば、当然ですけど成果が出るし、その言葉もまあサイトに載せると似たような人を引き継げることもできるし、だからあの自分が売り上げを上げたいから高額講座を作る人と、その高額講座確かに作ってるんだけれども、それを買ってくださった人のために、 常にブラッシュアップとあのアイデアを考え続けることができるかっていうのはその後につながる部分で、まあ、価格を上げていく時もそうですしあと人数を入れていく時もそうなんですけどあの先に喜びを与えるのが先ですだからえそこまでやるんですかとかたまに私なんか思いついちゃったこととかよくやってるんですけど、えっと、場合によっては赤字になるような スレスレのこともやったりします結果赤字にならないですけどね、<laughs> うんあの、それはバランスの取り方ですねあの、ここはこれをしても喜ぶよねって思ったら、そこは躊躇なくお金使えるかっていうところですね、大体いい皆さんは安全地帯の確保できるところを守りながらもちょっと動くっていう程度じゃないですか、ここ、もうちょっと下げる覚悟をしてみるとここまで上がったりするんですよね。 そこはおそらくお金に対する信頼感があるかないかあの要は動いた分喜んでくれたらどこかでお金は循環してちゃんと自分のところに戻ってくるっていうことを信頼できてるかどうかっていうのが多分大きな違いで私は信頼できているのでちゃんとお金が戻ってきますだけど大抵皆さんは手放したら戻ってこないと思うからそこまでやるんですかっていうふうに言うんですよね いや喜ぶんだったらやるでしょうっていうのが私の答えなんですけどその差も結構大きいかなと思っています。出し惜しみする人それは、えっと、自分の行動とかもそうだしお金もそうなんですけど出し惜しみされるする人は出し惜しみされます、まあ、鏡の法則な感じなんですけどねだから私が見ている限りあの高額口座とかが集客し続けられてしかも高いお金をみんなね感謝して払うんですよ。 嬉しいありがとうこんな素敵な口座を先生ありがとうって言って誰もいやいやお金払ってないんですよあなたの口座がその領域にできてるかっていう話です大体止まってる人は自分が楽になるように口座作ってるケースが多いですよ楽してお金が入ったらいいっていう作り方になってますだから人来ないんですよ で集め続けられる人は努力し続けているしブラッシュアップし続けているしこんなことしたら喜ぶかも先にやってますだから、この世国行くのか与え続けるのかってこの違いがねやっぱり大きいで私がもし言った今言ったことがすべてクリアできているのに集客止まってて集まってないって言ったらあのこれこれちょっとまた残念なケースなんですけど。あのー まあ、釣り堀の魚に例えると分かると思うんですけど空っぽの釣り堀りに釣り竿の釣り糸を垂らしても魚いないからそもそも来ないということだから自分が発信している位置間違ってるかあの餌が良くないか要はコンテンツが良くないかっていうそういう感じのことを考えなくちゃいけないのでそこ最低限のリサーチなんでまさかなんだけど残念なことになる場合そのケースもちょっとありえなくはないです。 ていいいいいうことととですねはそ、い、そろそろままめていきたいと思ディプロマ、高額講座を集客し続けられる人と泊まってしまう人の大きな違いとは1つ目、えー、持っているその人の、えー、顧客の、えー、ファンの数ですね持っているパイの大きさの違いで、えー、泊まってしまうケースがあるということで2つ目が、えー、っと与えた喜びの差がお金になって返還される。 つまり先に与えることこれ大変だよねと思うことを先に自分がやってるかっていうこのあたりをチェックしてもらうとわかるかなというふうに思っています、えー、っと先ほども言ったんですけど基本的に集め続けられている人って講座が常にブラッシュアップされているしそこまでやるんだすごいっていう内容に大体なっていますだからまず そこまでやるんだ、すごい嬉しいっていう感動のレベルに作成できてない人はああつまらないということになりますのでそのチェックポイントをチェックしてみていただければと思います。それでは